お客様はこの方です。もう一度あそこへ行く。お願いします。お願いします。お願いします。というわけで沢村大地を演じてます、日野沢村です。ありがとうございます。ありがとうございます。あの僕今ヒロさんの正面に座ってるんで思わず尋常じゃなくて一瞬戸惑うっていう。本当に俺はねこの空中からねボーンってこっちに来たからおーって思ってびっくりした。めっちゃビビりました今。はい、ということで今回もチームメイトの先輩が来てくださいましたよ、うん、ありがとうお越しくださいました。この番組ではさらに絆を深めるために基本的に下の名前で呼び合うというルールがあります。そうなんですよ。で日野さんのこともこれ台本に書いてあるだけですからね、サトシもしくはサトちゃん、サトで呼ばせてもらうかもしれない。へー、ね、うわー厳しいんですよ。でもさっき僕もちょっとネットでその日野さんのあだ名ってなんだろうなと思って調べたんですけど、全部名字由来のものだったんですよね。あだからどうしようかなって思ってて、なんか全然漢字違うんですけど、火のサトシなんで、ファイヤーとか。今失笑。いや、だってさ、ファイヤーね。ちょっと、俺、事故ってないそれ。大丈夫ファイヤーって事故ってないちょっと。炎上じゃないです。炎上じゃないです。大丈夫まあ、まあ、でもなんか燃える。燃える、燃える、サンフランにしようか、サンフラン。サンフラン出身ですか？シスコでもいい。あ、シスコそうだ、今回、サンフランにしようか。日本出身、僕だけなんですよ。わー、一人ぼっち。うわー。いや、逆に。じゃあサンフランって呼んでくれ。サンフラン、いやいや、ダメ、ダメです。うわぁ、ガリ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 無理だ呼べるもんならね。怖すぎ。怖すぎ。呼びかけて途中でこう。呼んだ瞬間に、どこの事務所の若手だっけ？プロフィットの石川海人ですって。準所属なのであんまりやめてください。マネージャーさんいらっしゃるかな？来てない。やばい。社長に話が行っちゃった。サンフランで行こう、サンフラン。いやいやいや、サンフラン。僕はでも、下の名前だったら、普通にサトシさんっていうふうに呼びたいんですけど、でもこれどうですか、下の名前じゃないといけないの？なんかでも、浪川さん、ナミディっていう。いやいや、呼んでない。いや、普通に息を吐くようにたまに嘘をつくので、気をつけてください。呼んでないです。まあ、浪川さん、大輔さん。大輔さんっていうふうに。そうそう、いろいろごっちゃになるんで、僕はナミディさんっていかがですかって言ったら、ちょっと被る。それでも被る人がいるから、ってことでダメになっちゃった。あ、オノディ？そうですよ。そこ出すんですか？そうです。そこ出すんだ。ということなので、まあ、そんな感じで、じゃあ、サトシさんとお呼びする感じで。じゃあ、僕はサンフランさん。サンフランさん。いいよ、サンフランでいいよ。その方が面白いじゃん。あれ、じゃあ、アユはどこだったっけ？じゃあ、僕、ロスだから。ちょっとかっこいい。アンジェルス。僕、じゃあ、アンジェルスで。あ、アンジェルス。アンジェルスです。じゃあ、アンジェラでどう？アンジェラ？女性部いなくても大丈夫。誰もいないよ、ここ女性スタジオに。アンジェラとサンフラン。え、カイトどこなんで？僕、東京なので。東京のどこ？東京の、出身は文京区ですね。文京どうしようかな。文京区。もうすげえ微妙な感じになっちゃうから、僕はこのままでいいです。じゃあ、カイト。カイト。アンジェラ。サンフラン。すげえ、何のラジオでいくの？それで。じゃあ、それで行きましょう。はい、ということで今回はサンフランさんが一度沢村について、いっぱい話を伺っていきますので、よろしくお願いします。